エボシ親とは、玄服儀式の際に果敢を行うもののこと。中西武家社会においては、男子が成人に達して、玄服を行う際に、特定の人物に依頼して、仮親になってもらい、当人の頭にエボシをかぶせる役を務めることが、通例とされていた。この仮親を、エボシ親と呼び、かぶせられた成人者を、エボシ師と呼んだ。また、 この際に同盟を廃して、エボシ親が新たな意味名を命名する場合があった。その意味名をエボシ名という。その名は、エボシ親からの返記を受けることが多くなった。あずまかによれば、自称四年十月二日、源頼朝が乳母である、相互にの息子のエボシ親を務めている。このように、エボシ親には、主君や一門の当領、信頼のおける地域の有力者などに移植する例が、 多かった。鎌倉幕府においては、エボシ親とエボシ氏は、実際の血縁関係がなくてもこれに準じるものとされ、文略2年の追加法における、表情の際の大座文言として、親族と並んで、エボシ氏が含まれている。室町時代以後の元服の儀では、エボシを被せる代わりに、前髪を剃り落とす事例が増えるが、それを行うのが、エボシ親の役目とされていた。また、 武家社会員以外でも、王朝時代から続く、公家社会での慣例における、引き入り及び模擬における腰ゆい、近世民間における親方、家方性や女子の金親なども、烏星親の類似した仮親による成人儀式であり、こうした仮親による成人儀式は現在でも、日本の一部地域にて残されている。また幼くして即位した天皇が在位中に、 元服の儀式を取り行う場合は、皇族の長老などではなく、妖帝在維持にその政務を代行する摂政の職と、天皇の師範である、大乗大臣の職を兼ねる者が、加官役を務めた。ありがとうございます。